皆さん、こんにちは、つばくちです。今回なんですけど、なんとね、急遽動画回してるんですけど、なんと神谷選手のね、移籍が決まったのはもう分かってると思うんですよ。エスパルスにね。なんと中村啓太選手が柏レイソルで完全移籍が決まりました。はい、ということで、まあ、中村啓太選手ね、決まっちゃったんですけど、まあ、これはね、どういうことかと言いますと、もう完全に神谷選手と中村啓太選手の交換です。トレード。もうタイプも似てますしね、本当にプレイスタイルとかも。でもね、中村啓太選手本当に悲しい。残って落ちちゃった、本当に。だけど、もうしょうがない。もう移籍しちゃったからにはもうしょうがない。応援するしかない。中村啓太選手本当にレイソルで応援してます。レイソルで応援してますってなんだよ。柏レイソル行っても本当に応援してます。マジで俺自分一番好きなプレイスタイルの選手だったんで、本当に悲しいんですけど、本当に応援してます。ということで今回はもう本当に悲しすぎて、マジで泣きそうなんですけど、中村啓太選手が柏レイソルで完全移籍決まったという報告をするだけの動画でした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、さよなら。